おぐりかずおぐりかずおぐりかずおは、日本の内務官僚。県知事、警視総監。静岡県出身。おぐり平七郎の四、男として生まれる。静岡中学、第一高等学校を経て、1911年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業し、農商務省に入り人無属となる。同年11月、 文官高等試験行政化試験に合格。その後、三輪事務官補、東京大林区所在勤となる。1914年4月、一木木徳郎文部大臣の秘書官に就任し、文部省参事官を兼務。1915年8月、一木大臣の内務大臣へ、移動に伴い内務大臣秘書官に就任。1916年10月、京都府私学官となり、 東京府市学館、奈良県警察部長、長崎県警察部長、警視庁衛生部長、警視庁保安部長、大阪府署機関、警察部長、兵庫県署機関、内務部長、大阪府署機関、内務部長などを歴任。1930年8月、奈良県知事に就任。1931年5月、台湾総督府に転じ内務局長となる。 1932年6月、福岡県知事となり、さらに1934年10月、警視総監を務めた。2.26事件により1936年3月に休職となり、翌月に退官した。太平洋戦争を迎え、1942年6月、陸軍事政長官、ボルネオ守備軍司令部付け顧問に就任し、 1944年4月まで在任。この間、1943年6月からは、マライ軍政官部付、県方総軍司令部付、陸軍省軍務局付も務めた。ありがとうございます。